多分一番の恐怖は金がなくなることよりも仕事がなくなることだと思ってるんですね、うん、僕は、それは怖くないんですか。仕事がなくなる、あるいはこう仕事してるってい こう自分の立場がなくなるっていうことがおそらくは恐怖なんでしょう、ね、いやだとするならば定年後も働けるような準備をすべきなんじゃないですか。大体45歳ぐらいからするべきですね。でもほとんどの人たちはしてないですよね、しないのは迂闊だと思います。迂闊だだけ迂闊なんですか。あれはあれは迂闊なんです。組織でまだ必要とされてると思ってるから その状態をこう、まあ、まだ満足してるっていうことですね。じゃあ60歳ぐらいなんて焦り出すとかそういう感じ。そうですね。 ですからこう例えば60歳定年だとして、で58歳から蕎麦打ち教室に通い始めて60歳から流行る蕎麦屋ができるみたいな、そんなにうまくいかないですよね。そんなに泥縄なんですか。そうなんですよ、